大体みんなが聴いているポピュラーもポップスも大好きな J-POP もあのサビには波紋がついてることが多いんじゃないかな。3度上なのか3度下なのか、それとも3声でハモるのか。でこれに関してはちょっと特殊なハモをつけてみたんだけど、最初は3度下で、一番最後の綺麗だなだけメロディーの上行ってますね。気づいてた？それはちょっとね、3度下だとねあんまり綺麗なハモじゃなかったんで、あえてそこは上にしてみました。イメージとしてはこういうサウンドでみんなに、ボーカルと、コーラスをやってもらおうかなと思っておりますが、やっぱり歌物のバンドはやっぱり歌を聴かせなくちゃいけないでしょ。そのためにはやっぱり、歌をどれだけうまくよく聴かせるか伝えるかということは一番大事だっていうふうにみんな思っておいてほしいんですね。で今日はまさにそれでコーラスを自分たちでも歌もやるわけですから、大体ね僕も何十年も音楽やってますけど、すごいミュージシャンたちってやっぱり歌をきちっと聴きながら演奏してますね。まあ当たり前のことですけど、でよく見るとね意外にねちゃんと口ずさみながら歌ってじゃない演奏してる人が多いです。わかる意味。やっぱりそのドラムだったらドラムツッタツッツッタツッやんなきゃいけないばかりに気持ちが一生懸命になっちゃうんだけど、やっぱり上手い人ってね自分でも歌ってる。でしかもそのメインのボーカルの歌い方とか癖とかブレスがどこで息継ぎしてんのかなとか、そういうこともねちゃんと聞きながら演奏してる人が多いです。で今日はだからちょうどいい聞くだけじゃなくて自分もコーラスで参加しなきゃいけないわけだから、歌をやっぱりきちっと、このチューリップっていうメロディーがどういうメロディーなのかっていうのをねよく考えながら演奏してくれるといいと思います。はい、やってみましょう。素晴らしい。やっぱり回数重ねるごとに良くなりましたね。今みんな気づいてた？ゆりちゃんメインのボーカルの咲いた咲いたチューのチューの音は裏声にしてたね。うん。でもう一回の並んだ並んだアーカシのアーもファルセットにしてたんだけど、サビはそのソよりも上のラの音ももっと高い音があるんだけど全部地声で歌ってたっていうのを自分で意識してやったんですか、それとも無意識？おお。いや、わかる意味。要するに A メロと B メロとサビの表情を無意識にちゃんと変えてたってこと。すごくないこれ。イエーイ。やっぱりサビになるとさ、みんなも演奏もテンションがガッと上がるじゃない。そうするとやっぱりファルセットで歌うと負けちゃうんだよね。まあずっとファルセットで歌うっていう魅力のあるシンガーもいるけど、ゆりちゃんは今そのサビに自分が負けないように多分無意識で地声で歌ったと思うんですね。だからちゃんとこう抑揚ダイナミックスっていうんだけど、こういうのね弱いとこから強いところこうちゃんとこう表情をつけてある
上げる。たかが12小節だけど、今ちゃんとそういうシーンが作れてましたよね。素晴らしい第一組目のバンドでした。ありがとう。ここ今結構ちゃんと自分の返しね、自分の声は今拾えてますか？はい、拾えてるね。だけど欲を言えば何かね、もう一つ楽器をここに上げてくれると、上げるともっと歌いやすくなると思うね。でこれはボーカルの人によって全然様々タイプ違うんだけど、僕はね、個人的にはベースを上げてもらうとすごく歌いやすいタイプなんで、やってみようか。じゃあそれを試してみよう。じゃあここの転がしに、返しに、ごめんなさい、ベースをもうちょっと、ああ来た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 、これこうやると低域がね、ここでよく聞こえるので、自分の声の出し方っていうのはね、それでなんとなく無意識にね、調整できるようになるんですね。それこれで一回歌ってみましょう。はい、じゃあもう一回お願いします。今オクターブ下だったけど、キーボードのお名前は純平、あ、きっぺいさん、純平じゃなかった、全然きっぺいさんが、オクターブ下だったけどちゃんと綺麗にハモってましたね。あれ、うん、きっぺいさんに拍手、イエーイ。それと彼女の A メロの歌い方は僕好きです。咲いたのたをしゃくって入る、咲いた咲いたって歌ってくれ、まあ、これも意識的にやった、それともなんとなく、ちょっと意識する。おお、こういうメロディーを自分で自分らしくどういう風に歌ったらいいかなっていうのをちゃんとイメージしてね、歌るとよりオリジナリティ、自分のオリジナリティって出ると思う。どうでした、今ベース上げてみて。歌いやすいよね。この曲は今ベースは8分でドドドドドドド、そのドドドドドっていう点がねよく聞こえるようになったので、テンポとかリズム感みたいなものは歌ってて、こうボーカリストの目線でね歌いやすくなったはずなんです。だから自分なりにどの楽器をここ、まあドラムはだいたいね生音がちゃんとこう近いところにいるんでよく聞こえて、ドラムを上げる必要はほとんどない。だいたいやっぱコードものか、僕はね単音の音が低域で鳴ってるとすごく歌いやすい。まあこれは人によって違うんで、まあそれは毎回ねライブの時とかに自分で試してみてください。はい、あれだね、女性向けのキーなんですけどしっかり歌えてますね。なんか魅力のある声だな。ミックスボイスって聞いたことありますか？聞いたことがある人、うん、彼ミックスボイスだよね。こうガーッと地声で歌ってるわけではないし、かといってファルセットに逃げてるわけでもない、強く歌わないけど高めの音をちゃんと音圧があるように歌ってるね。ミックスボイスで歌ってる、特にサビのところはね、多分それが彼の魅力だと思う。